あの男の天下が見たいと思った。そこに野心や欲はない。彼が渇望したのはかけがえのない友の勝利のみ。白き布の下に熱き闘志を秘め、大谷義嗣は采配を振るう。ただ盟友のために。盟友の勝。毛利領10カ国のうち5カ国を織田のものとする。それが和睦の条件だ。そんな条件に素直に応じるとでも？今日で何か起きたのでは？あなたたちを人質とすればもう少し譲歩してもらえるでしょうか？捕らえるならば捕らえる。だがこの者は俺の従者。捕らえても殺しても何の益にもならんぞ。この状況で友をかばうとは見事な心意気ですね。和睦を受けましょう。これで秀吉様は背を気にせず光秀の元へ向かえる。だが死んでしまっては秀吉様を守ることもできない。三成、俺をかばってくれることは嬉しい。だが無茶はするな。自分が生き延びることだけを考えろ。秀吉様の天下を見たいのであれば。天正10年、天下人織田信長は京の本能寺にて家臣明智光秀に討たれた。信長家臣羽柴秀吉は主君の仇討ちを果たすべく毛利攻めを切り上げ、中国地方からの大返しを敢行。石田三成、大谷義嗣ら若き子飼いの働きもあり、光秀の予想を上回る速さで畿内に帰還した。対する明智軍は決戦の地山崎に着陣するや、領地天王山に陣取った羽柴軍を奇襲、山を奪取する。羽柴軍は地理的優位を失った。この苦境を覆せるかは義嗣ら若い力にかかっていた。盟友の勝。山崎の戦い。これで天下人は秀吉様に決まった。なぜそう言い切れる？正則でもあるまいし、一から説明せねばならないか？秀吉様は光秀を討ったことで主君の仇討ちを果たした。織田家中で逆らえる者はもうおるまい。柴田勝家はどうだ？織田の筆頭家老が黙ってはいまい。そして前田利家の動き次第で流れは変わるぞ。秀吉様と利家殿は友。懐柔すれば勝家も討てる。さすれば天下に秀吉様に抗する者はいなくなる。織田信長第一の盟友徳川家康がいる。秀吉様の拡大を許すとは思えぬが。家康は確かに戦上手だが、孤立させれば必ず勝てる。さすれば残りの大名など物の数ではない。四国、中国、九州、関東、欧州、全てを相手に戦い勝つというのか？その頃には秀吉様の力は今の何倍にもなっている。地方大名など敵ではないはずだ。義嗣、お前は秀吉様の世を望んでいないのか？そうではない。お前は頭がいい。
だから先走りすぎる。結論をすぐに導き出す。不測の事態とは結論の前、過程で必ず起きるものだ。理想と現実は違うぞ、三成。そのことをよく頭に入れておけ。まるで俺の保護者だな。ご忠告感謝しておく。仕方のないやつだ。よしすぐ、お前ってさ、三成のダツだよな。だったらよ、俺らとも仲良くなんね。あれ、怒ってる？もしかして幽霊軍師ってあだ名つけてんのがバレた？なんで今そんなこと言うんだ。すまん、よしすぐ、このバカに悪気はないんだ。でもよ、さっきの戦、お前生かしてたからよ、ダチになれそうな気がしてさ。義継、お前の才は秀吉様も認めている。共に切磋琢磨していければと思っているんだ。やっぱ怒ってね。あ、三成と義継の子て入れ替えたいたずらがバレた。三年以内に当たってやろうか。何急に怖い声出しちゃって。よしてぐちゃん、冗談はなし。浅森、謝れ、すぐに謝れ。ごめんなさい、ごめんなさい。ざれ事だ、仲良くしよう。義継、三成、清正、正則、若き子飼いの将は山崎の戦いで躍動した。光秀を倒した秀吉は織田家重臣柴田勝家も破り、信長の後継者であることを天下に知らしめる。一方、秀吉の台頭を快く思わない信長の子信雄は徳川家康と組み、秀吉に対して挙兵。秀吉は義継ら有能な子飼いたちを引き連れ、家康信雄連合軍と対峙した。盟友の将、小牧長久手の戦い。高虎、秀長様の下で頑張っているようだな。ああ、秀長様は俺を可愛がり引き立ててくださる。このご恩には必ず報いたい。だが家康は野戦の達人、いくら秀吉様でも苦戦は免れぬだろう。家康の家臣団は結束も固い。どこぞの家臣団と違ってな。二人とも戦の前に敵を褒めるとは余裕だな。ぜひ太鼓を立ててくれ、秀吉様のために。戦に支援を持ち込むつもりはない。功を立ててみせるさ、秀吉様のためにな。秀吉様に恨みがあるような口ぶりだな。長政やお市の方のことをまだ根に持っているのか。失礼する。奴は秀吉様に対する忠誠心が薄い。そのうち離反するやもしれんな。お前の明けすけの物言いも問題だぞ、三成。俺は事実を言ったまでだ。戦に支援を持ち込まぬと奴も言ったろ。奴は虎の胃を狩る狐だ。あの傲慢さ、いつか痛い目に遭うだろう。義継、やつも友だというのなら忠告してやった方がいい。忠告ならしている。あの男に他意はないのだ。
悪気もない。悪意のない悪意ほど始末に負えぬものはない。奴は危険だな、味方にとっても。家康はこちらの隙を容赦なくついてくる。こんなざまでこの戦勝てるだろうか。義継、俺は別動隊に組み込まれた。邪魔者は遠くにいた方がよかろう。高虎のことで拗ねているのか。仕方のないやつだ、お前。まあいい、家康はここで葬らねばならぬ。互いの武運を祈ろう。ああ、くれぐれも油断するな、三成。家康は恐ろしい。勝利のためならばあの信雄すらも駒として使う。あの男は家臣にもそういう非情さを見せるという。そして家臣もまた家康のために死すら厭わない。家康は三方ヶ原で武田信玄相手に手痛い敗北を喫した。その時に多くの家臣を失ったと聞く。あの男はそこで覚悟を決めたのだろう。どんな悪名をかぶろうと天下を太平に導くと、家康の生き様には歴戦の重みを感じる。戦をするのはこれを最後にしたいものだ。うぅ、なんとか勝ったけどよ。家康上手じゃん。次やったらヤバくね。だから秀吉様は講和に動き出すだろう。家康も賢い。これ以上の犠牲を払おうとは思うまいよ。そっか、忠勝や直政との間地喧嘩は楽しいけどよ、こっちの体持たねえもんな。だが家康と盟友になるとするとあいつがどう思うかな。なんだ義継ちゃん、びっくりさせないで。三成はいい顔はすまい。あの男は家康を敵視している。家康の実力は秀吉様に匹敵する。三成が警戒するのもわかるがな。俺は家康となんとか協力していきたい。秀吉様が家康とどう接しどう御していくのか、その術を得得すれば。家康を御すか。清正、お前もやはり三成の友、言うことが壮大だな。お呼びでしょうか。おお、来てくれたか義継。お前さんの軍略を見込んで頼みたいことがある。こたびの四国征伐、おとりになってくれんか。貨幣で一足早く上陸し四国勢をかく乱してほしい。なるほど、内側からかき回し秀吉様率いる大軍が上陸する隙を作り出せと。さすが義継、察しが早えわ。この役危険は百も承知じゃから、信頼できなおかつ力のある将にしか頼めん。お前の命わしに預けてくれ。承知いたしました。では早速出陣いたします。秀吉は小牧長久手の戦いで家康を撃破。だが義継の胸には家康の底知れぬ強さが鮮烈に残った。秀吉も家康との対立が長引くのは得策ではないと判断。和睦を結び家康を巧みに傘下に取り込んだ。脅威を除いた秀吉は本格的に天下統一事業を推進。手始めに長宗我部元親が治める四国に狙いを定める。
だが敵が待ち受ける地に上陸するのは容易ではない。そこで秀吉は義継に密命を下した。それは義継のみが果たせる任務。秀吉は天下を得るために鬼になろうとしていた。盟友の将、四国征伐。ただいま、三成。ただいまではない。お前はもう少しで死ぬところだったのだぞ。俺は秀吉様の命でおとりになったのだ。お前こそおとりのもとに来てどうする。秀吉様はお前に期待している。軽率な行動で命を捨てるような真似をするな。俺はただお前の身を。お前の気持ちは受け取っておく。ただ大将たる者、時には配下を駒にせねばならぬ。秀吉様も、そして家康もそれができる。三成、俺を使う時が来たら俺を駒として使え。お前は駒を使い捨ててでも生き延びろ。そして俺が生きて帰ってきてもむやみに心を動かすな。ただよくぞ戻ったと言えばいい。義継、大丈夫だったかお前。無茶しやがって、死んだかと思ったぜ。そうだ、俺は実は死んでいる。 おい冗談はやめろって。ねえ、なんとか言えよ。いや、言ってよ義継ちゃん。あ、やべえ、清正、俺マジ腰抜けた。何やってんだ正則。義継、お前も正則をからかって遊ぶな。二人とも俺を心配してくれたのだな。礼を言う。お前のことだ。考えあっての行動だと分かっていた。三成は慌ててお前を助けに行ったがな。おお、あの時の三成の顔、傑作だったぜ。あいつ本当に義継のこと心配してたんだ。頭でっかちで喧嘩弱くて嫌味なやつだけどよ、結構熱いもん持ってんだ三成の野郎は。そこが三成の長所でもあり短所でもある。その短所をお前たちが補えば。なんだよ、お前もそばにいんだから、一緒に三成のヘマを助けてやろうぜ。言ったはずだ、俺はすでに死んでいるから助けられない。やべえ、清正、あごが外れそう。二人ともいい加減にしろ。義継は見事任務を果たし四国征伐に貢献。勢いに乗った秀吉は九州も傘下に収める。名実ともに天下人となった秀吉は朝廷より豊臣姓を賜り、豊臣秀吉と名乗った。やがて秀吉は天下統一の総仕上げとして、いまだに上洛命令に従わない北条家討伐を敢行。自ら大軍勢を率いて小田原城を包囲した。秀吉は同時に三成を大将に任じ、忍城を攻めさせる。義継はその副将として補佐を受け持つ。秀吉の期待を一身に浴び気負う友の背を義継は優しく、そしてしっかりと見守っていた。
市城の戦い。こんな大軍を指揮するのは初めてだろう。お前に対する秀吉様の期待の大きさがうかがえるな。お前もまたその期待に応え太鼓を立てたいのだろう。ならば俺を駒として使うがいい。すまぬ義継。お前は大将だ。謝るな義継。三成、我ら義の同志も義の駒として使うがいい。必ずや義の勝利をお前に捧げてみせる。三成殿ならばきっと大丈夫です。さあご命令を。お前たちもすまない。戸外に義の同志たちか。気づけばお前にも友が増えてきたな。今のお前ならばあの男にも勝てるか。うん、義継、あの男とは何だ。いや何でもない。さあ出陣しよう。我らが総大将殿。俺は今不甲斐なさでいっぱいだ。秀吉様に顔向けできぬ。三成殿、顔を上げてください。勝利を収めることができた、それで十分ではないですか。そうだ三成、我らの義世に示すことができたぞ。違う違うのだ。俺が求めていたのは天下の軍としての完璧なる勝利だが、これは天下に俺の未熟さを露呈しただけではないか。三成では到底家康には勝てんな。高虎、お前はそれでも奴を支えるつもりか。三成は戦下手だ。そしてお前、家康と比べれば経験、器、全てにおいて劣る。そして最大の欠点は情だ。家康のように非情になりきれぬ、捨てきれぬ。だがそこに惹かれる男たちは確かにいる。そして俺もまたその一人だ。三成を見捨てることはできぬ。それが流れか。ああ残念ながらな。ヤマサ、お前は悔しくねえのか。あの頭でっかちの下で働いて無様な戦して。ああ悔しいさ。しかも奴は今落ち込んでるらしい。バカだな。だろだろ、あいつ一発殴って目覚まさせなきゃなんねえ。大将ならそんなことでめげるな。もっと俺たちをうまく使ってみろってな。その通りだぜ清正。なんだよ義継、俺を止める気か。止めないさ。思いっきり殴ってこい。あのふてくされ顔を何回もだ。俺が許す。行け。しゃー任せろ。先に行ってくるぜ二人とも。お前たちが本気で殴り合えているうちは大丈夫だ。だがそれができなくなった時、豊臣は崩壊する。ああ分かってる。だから俺はあいつのそばにいる、ずっとな。たとえあいつが俺たちを拒絶しても手を差し伸べる。その手を払われたらどうする。分からん。俺もあのバカどもの友だからな。
三成は義継の助力により何とか忍城を攻略、秀吉も小田原城を攻め落とし天下は平定された。だが義継は次の動乱も予感していた。秀吉亡き後、あの男が黙っているはずはないと。やがて秀吉が死ぬと義継の予感は的中する。徳川家康が徐々に豊臣政権を圧迫し始めたのである。三成は秀吉より託された世を守るべく挙兵、老練な家康に乗せられた形となった。家康の恐ろしさを知る義継は三成を制止したが、最後は友情にほだされ三成の軍勢に加わる。決戦前日、義継は軍師島左近と共に必勝の策を描く。関ヶ原の地でかけがえのない友を勝たせるために。盟友の将、関ヶ原の戦い。どうです、この夫人、なかなかのもんでしょ。さすがは島左近、三成はいい軍師を手に入れたものだ。お褒めに預かり光栄です。この夫人なら普通は勝てる。だが金が無気を、金吾中納言秀明さんが、あの者が寝返れば松尾山と1万5千の兵が敵のものだ。どうします。俺は松尾山の麓に陣取る。秀明に睨みを聞かせよ。お前は三成のそばで戦い、あの男を守ってくれ。義継さん、あんたどうしてそこまで殿に。昔俺は三成に救われた。奴は自らの命を顧みず何度も俺を救おうとした。どうしようもなく甘い男だ。三成が秀吉様の天下を夢見たように、俺は奴の天下を見てみたい。義継さん、今度は俺が救う番だ。申し上げます、東軍の一部が降伏してまいりました。お味方より戦勝祝いの使者が参っております。大谷義継様ご到着でございます。勝利の立役者が帰ってきましたな。ただいま三成。おかえり義継。